自分の人生にも別に困ることはありません。お年もまあそれなりに召してますからね。ですからやっぱりこれ以後は NHK とかそういうくだらないこと、くだらないというかな、そういう小さな組織にこだわることなく、やっぱり日本の指導者の一人としてですね、まずいことはまずいと自分の信念で語ってほしかったんですけど、国会での答弁は例によってもう逃げの一手という感じでしたね。この話は軍艦島の映像をね、流したわけですが、テレビでですね、それが軍艦島の映像ではなかったんですよ。一番肝心なところですね。それがまあ非常に過酷な労働を日本が当時させていたということが印象付けられるような映像でしたから、まあ、韓国なんかがもう非常にそれに飛びついてですね、今でももう著作権切れてるからってこと理由で、著作権切れててもですね、やはりこれは人間には誠意ってなりますから、NHK がこれは間違いですと、まあ間違いですと言ってましたよ。映像は軍艦島のものではありませんと、こういう分かりにくい答弁してますけども、軍艦島の映像だと言って放送したものの一部に、軍艦島の映像ではないものが入ってましたと。これは報道としては明らかな、良くないことであって、NHK としては深く反省してますぐらい言わなきゃね。言いません。映像の一部に軍艦島でないものがありましたとしか言いませんでした。それに対して NHK 会長として悪いことなのかいいことなのか反省すべきなのか全くありませんでしたね。まあ NHK の理事の給与問題も議論になってましたが、これは昔から言われてるんですけども、まあ天下りっていうのがね、役所とか、僕は天下りに対してそれほど厳しくないんですが、考え方はですね。だけどもそれでもね、やはり聞かれたらちゃんと答えなきゃないですよ。NHK の理事が NHK の関連会社に社長として甘くなる。それで給料をまあ2000万ぐらいもらう。退職金ももらうってことに対してね。もう少し積極的に、それが必要なんだ。それはいいことなんだ。いいことだからやってるんですよ。逃げなくていいんですよね。まあ、ああいう場に立つと、とにかくもう組織を守るためにギリギリいっぱい逃げて回らなきゃいけないっていう先入観があるんでしょうね。まあ人間としてはちょっとレベルがどうかなというふうに思いますね。だけどまあその国会では NHK 理事の給与問題、やっぱりね、僕はね、給与問題非常に NHK 大事だと思うんですよ。まあ、NHK は大体平均して1800万ぐらいの給料もらってると言われてるんですね。わかんないんですけどね、1500万かもしれません。やはりね、放送っていうのがあまり世間よりか高い、今日本の平均は460万ですからね。460万とは低いかもしれませんが、まあ、せめて700万とかぐらいにしないとですね、やっぱり報道って見られますね。まあ、私たちの学者なんかもそうですけど、まあ、僕は人間の給料は基本的には全員が同じと。つまり、能力に応じて仕事は違っても、能力によって食べるものが違うってのはおかしいと、僕はそういうふうに思うんですよね。ですから、まあ、2倍ぐらいは違ってもね。だから国民の平均給与が460万なら、最高額が 460×2 ですからね。920万ですかね。その範囲に収まるような社会でなければいけないと思ってます。私はまあ、これはちょっと特殊な考えですからね。私だけの考えですが、いや、どう考えてもね、やっぱり仕事っていうのは、物理がよくできる人は物理やらなきゃいけないし、100メートルが速い人は100メートル走んなきゃいけないと。体操の先生が全然体操できないんでやっぱりまずいですからね。それはそうなんですが、仕事はそうなんですけど、給料はね、食べる方ですからね。人間っていうのは誰でも食べるし、誰でも暖房を取るし、能力のない人が暖房いらないとかね。そういうことありませんので、私はもらう方は、まあほぼ均等。ほぼ均等してもやっぱり人間にはいろんな欲望もあるし、人間というものを認めなきゃいけないので、まあ2倍ぐらいと。だから平均460万なら最高が920万ぐらいの間で入って社会を営むっていうのが僕は賛成なんですよ。だこと言いますとね、すぐ武田先生は左翼ですねっていう、左翼とか右翼とか書けないですよ。それこそ日本精神ですから。日本ってのは平等なんですからね。日本精神から言えば、日本を守れっていう点から言えばですね、給料の標準化って平均化っていうのはね、必要だと思いますが、まあ、そういう意味では、NHK の会長さんもね、あそこで、私は、優秀な人は、うんともらっていいと。食べるものも美味しいもの食べていいと。そういうふうに信念で思っておりますと。ちゃんとはっきりとそう言えばね、
それはそういう人たちの考えで支配されてる NHK ですから、それは映像でごまかすこともあるでしょうね。そうじゃなくて国民みんな同じっつったらね、やっぱ誠実な報道になるだろうと私はそう思っております。